キビ中央町は岡山県の中央部に位置する町である。町の南部は岡山県が主導し、キビ高原都市と呼ばれる保健、福祉、教育、文化、産業、レクリエーションの調和を図った都市を開発している。町全域は標高200から697メートルのキビ高原と呼ばれる高原地帯である。2004年10月1日キ日中国の情報軍。 火曜町と、九備全国の三戸軍鴨川町が合併して、誕生した。軍名は、旧町名の頭文字を取って新たに、加賀軍とされた。木備中央の名はアンケートで最も多かったもので、町域が、旧国名、木備の国の大部分を占める岡山県の中央に位置することに由来している。町発足当初は、国や県の関係機関は一部を除き、旧火曜町域と、 旧鴨川町域で異なっているのが多かった。これは、旧歌陽町を含む旧常防軍が高橋地域、旧鴨川町を含む水戸軍が岡山地域と異なる地域であったことから生じた事態である。警察は合併当初は、旧歌陽町域が高橋警察署、旧鴨川町域が水戸警察署の管轄となっていたが、 2006年4月1日から全域が岡山北警察署の管轄となっている。消防は合併前は旧鴨川町では消防団が救急業務を含めて担当し、旧加洋町は高橋市に委託していたが合併を機に旧鴨川町が合併前から協議していた岡山市への委託となり、高橋市とは委託を解消した。ゴミ処理事業も合併直後は 旧鴨川町域は、岡山市、木備中央町の一部事務組合が、旧加陽町域では、高橋地域事務組合がそれぞれ行っていたが、2012年4月から、高橋地域事務組合に統一された。県の関係機関は2005年4月1日に旧、地方振興局が3県民局に再編され、木備中央町全域が、備前県民局の管轄となった。小学校、 編集中学校、編集高等学校、編集廃校、編集機微高原都市に研究学園区、産業区があり、企業が進出している。町内に本社がある。企業町内を走る鉄道はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 西日本白尾線備中高橋駅。高速バス、編集路線バス、編集市街局番は、 火曜地区全域と鴨川地区の木ビ高原都市が0866、鴨川地区が0867となっている。郵便番号は以下の通りとなっている。明本寺版新道吉川八万宮天来庵。重森三里への設計した茶室である。ありがとうございます。